入口、京王富士スバル高原別荘地は、山梨県南鶴郡鳴沢村の富士山六、富士箱根伊豆国立公園地域にある分譲別荘地。第一次分譲地と第二次分譲地に分かれ、両地区は富士桜高原別荘地を挟んで、直線で約3キロメートルほど隔てられている。京王帝都電鉄が入会地であった富士山六の恩賜林の払い下げを受けて、 1968年6月にこの地域で別荘地の開発を始める。当初、グループ会社の慶応建設や慶王ハウジングが建築、販売などに積極的に関与した。もともとこの地域は1960年から富士、観光開発が富士桜高原別荘地の名称で別荘地の開発を行っていたが、当時はまだ同社の企業規模が限られており、 単独での全体開発には負担が大きかったために、京王帝都電鉄及び丸紅に一部地区の開発を委ねたと言われている。京王帝都電鉄は、1956年より、新宿駅川口湖、山中湖間に直通バスの季節運行を開始し、1963年には山中湖畔で、 キャンプ場と貸別荘の営業を開始するなど、かねてから富士五個地域での観光開発に取り組んでいた。また、当時沿線の大規模宅地開発や、京王プラザホテルの建設など不動産事業への積極経営を行っており、本別装置の開発もこの時期に重なる。同地域内にある京王富士スバル高原別装置第1次及び第2次。 丸紅富士桜別荘地以外の別荘地開発については、以後富士観光開発が単独で進めており、現在も富士桜高原別荘地として新規分譲販売が行われている。同地域には複数のゴルフ場も造成され、分譲地の名称は開発主体と時期によって分かれているが、一体的に富士五湖地域最大の別荘地を形成している。第一次分譲地、 入口ゲート住所、山梨県南鶴郡丸沢村あざ、富士山1443番地総面積49、495、868平方メートル総区画数、547区画1969年7月6日に、分譲が開始された。地域内では初期に開発された分譲地のために、別荘地域の入り口付近に所在し、比較的標高も低い。 このため陶器の積雪量も比例して少ないと言われている。分譲地内は約600メートルの奥行きに対して50メートルほどの緩やかな標高差があり、入り口から奥に行くほど標高が低い。この分譲地は中央に大きな共有力地を有し、最初の開発から約50年が経過しているために、木々が成長して森林化しているところも多かったが、2020年に、 森林再生事業により、老木の伐採と植林が実施された。またこのような地形のために、地区内道路は複雑に形成されている。分譲地の出入り口には、カード開閉式車両ゲートと、防犯カメラが設置されており、入場カードを持たない部会社は、地区内道路に、自動車で入れないようなセキュリティ対策が講じられている。第一次分譲地所有者専用のテニスコートがある。 管理は第一次分譲地単体で団地管理組合法人が設立されており、業務は東急コミュニティに委託されている。複数の専任管理人が常駐して巡回と管理を行っている。住所、山梨県南鶴郡鳴沢村座、富士山1442番地総面積49、494.019平方メートル総区画数。 669区画別荘地域の比較的多くの方に所在し、標高は地域の各分譲地の中では中間に位置する。分譲地入り口にはカード開閉式車両ゲートが設けられている。管理は第二次分譲地単体で団地管理組合法人が設立されており、一部の業務は東急コミュニティに委託されている。別荘地へのシャトルバス、川口湖、 駅前正面にある、富士観光開発本社の裏手の駐車場から、川口湖ショッピングセンターベル、富士スバルランドドギーパークを経由して、京王一時地区、丸紅地区、富士桜高原各地区、京王二時地区の各別装置を周回して、川口湖駅前に戻る無料シャトルバス、富士桜高原バスが、毎日6便、通年で運行されている。第一時分譲地。 第二次分譲地ともに、上水道は、それぞれの管理組合が管理している。道上水道の水源は、全量が地下水より取得されている。下水道は、敷設がなく、括弧において、合併浄化層の設置が必要である。ガスに関しては、都市ガスの供給区域外となっているため、個別に、プロパンガスを設置する。同地域は光ファイバーケーブルが敷設されているため、 NTT の光通信サービス及び北富士優先テレビ放送によるケーブルテレビへの加入が可能である。ありがとうございます。